派閥とかあんだね。ありますね。あの本当、うん、将軍とか警察の上の方は政治家っぽい人多いですよ、うん、じゃあ俺が一言立花隆を捕まえてなんて一言でも言ったもんならすぐに動いて動くってことでしょ。いや議員捕まえるのはすごい難しいんですよ。え、議員は難しいんだ。議員って結構本当に立花さんが言ってる通り、うん、すごい権力あるんで、うん、あるの。ありますあります。だって議員って民主主義で選ばれてる人たちなんで、うん、僕らの官僚とか軍人の逆の立場なんですよ、うん、その人捕まえるのはすごい難しいです。だから同じく裁判官捕まえるのも難しい。すごい裁判官の何あの政治家は掴めるの難しいね。じゃあ俺も一応地方議員の末端だけど。あ、難しいですよ。え、難しいんだ、うん、この末端の議員でも。だから逆にまあ、うん、なんか政治家同士で、うん、あのなんていうかそういう揉め事があった時に、うん、そういう警察とか防衛省の方って、まあ、防衛省頼るはないか、警察の方頼るとかはありますね。そうだから、だって俺さ、ちょっとしたことでも警察官とか刑事さんとかだって飛んでくるんだよ。だと思いますよ。だってか刑事が来る時点で特別扱いですよ、うん、だって今まで配信者の頃そんなことなくて、あ、いいよ、ね、そんな身内の問題だから口出せないよって相手知ってなかったのが急に対応がゴロッと変わっちゃったんだよ。議員さんですからね。びっくりしちゃった俺だ、うんうん、だからそこはだろうなと思いますよ。うん、はい。でもなんか逆になんか議員さんのなんか普段の生活とか同人誌にされてる方もいるんで、みどりさんもいろいろと話して大丈夫と思いますよ。あ、そうなんだ、はい、議員の普段の私生活を同人誌にして売ってる人もいるのね。います、います、はい、有名なサークルで世田谷区議会議員だったかな確か、うん、はい、この調子、コメント、この調子だと三権分立も知らなさそうだなって書いてあるけど、まあ三権分立でしょ、知ってるよ。要は三家に分けて分立してるっていうあれでしょ。知ってるよ、知ってるけどあえてここで言うと良くないから。